お台場のメガウェブにスーパー GT マシンが、マジカルカーボンランサーも、おさむちゃんも、ゆる塩の LFA も、これって一体このイベントはベストカーなどの車雑誌数社が主催したメガウェブフェスタ。会場には先ほどのマシンはもちろん、ラリーで活躍中の選手が大集合して、トークショーやデモランが行われました。サプライズゲストも登場。もう一人サプライズゲストが、ゴムないですよ。どうもこんにちは。ゴムの持論でね、道が車を作るって前から言ってましたね。それで道が車を作る、やっぱりそのといっていろいろね、はい、サーキット走行だとかテストコース走行だとかいろいろやってきましたけど、やっぱ本当の道走ってるのはこのラリーですよね。はい、ね、ですから本当の道イコールやっぱり本当の自然環境とかね、あれがあると思うんですよね。そういう意味でラリーってちょっと興味を持ってますよね。感想したらちょっと、うちの親方ね、デビューからありがとうございました。感想したなと思って出たかったんですけど、それがね、親父感想したね、開放感想としましてね、まあ、ちょっとこれも余談なんですけど、もうずっと踏み続けてたんですけど、ちょっともう出れなくて、もう諦めようかなと思った時、なんか後ろからね、ちょっと押してくれたような感覚があって、お台場で開催された第5回メガウェブフェスタ、大盛り上がりだったトークショーの後は、来ました、伝説のグループ B ラリーカーとも呼ばれるフォード RS200。 ダカールラリーを走るランフル。このイベント直前、ラリー北海道で完走した長谷川社長もデモラン。さらにプレミアなのが、森蔵選手かと豊田社長が86を。何か今後の新たな展開を予想させる映像と感じるのは藤本だけでしょうか。その後も普段では絶対にお台場を走ることがないレーシングマシンのデモランは続き、フィニッシュは唯一助手席を持つレーシングマシンでもあるラリーマシンでの道場走行。ほんとすっごいイベントです。はい、皆さんお疲れ様でした。メガウェイフェスタ無事終了しました。ところでこの車、今回タワーマックショーで持ってきてるんですけど、次のハイランドと新城に急遽参戦することになりました。よろしければ応援お願いします。長谷川ラリーチーム2台で出ますんで、よろしくお願いします。今週はサプライズ満載のカーエックスでしたね。来週はさらなるサプライズがあるかも、お楽しみに。